ベルムード三世は、ペレス朝最後のレオン王。アルフォンソ五世と、王妃、エルビラの子として生まれた。1028年、父の死によりわずか11歳で即位した。彼の治世の間、ナバラ王国は、三朝三世の元最盛期を迎えており、ベルムード三世は、ナバラ王女姫ナオ日に迎えている。王国の未来を暗示する事件が首都で起こった。1028年、 カスティーリャ博、ガルシア・サンチェスは、ベルムード三世の妹サンチャと結婚するため、シュトレオンへ向かった。ガルシア・サンチェスはそこで、ガルシア・サンチェスの父に与えられた侮辱を晴らすという、報復から、ベーラ家の者に暗殺された。カスティーリャ博が子孫を残さぬまま死んだため、ガルシア・サンチェスのアネムニアを人している自らの権利を、行使しようと、ナバラ王サンチョ三世がカスティーリャへ侵攻し、 セアカワとピスエルガガーの間の土地を占領した。同時に彼はベラケを始末した。最終的に新たなカスティーリャ博にはサンチョ三世の子フェルナンドが選ばれた。ベルムード三世は1032年に青年に達するとナバラ王によって奪われたレオンの領土を回復しようとしたが失敗した。彼は妹サンチャとフェルナンドの結婚で領土回復を狙ったが成功しなかった。 しかし反対に、サンチョ・三世は、アストルガとレオンを占領し、ベルムード・三世に残るのは、ガリシア王国の領土のみとなった。アストルガとレオンは、サンチョ・三世が死ぬまでレオンの領土として、回復することはなかった。続いて、セアカワとピスエルガガーの間の土地を再征服しようと、奮闘した後、ティエラ・デ・カンポスを占領しようとして起きたタマロンの戦いで、ベルムード・三世は戦死した。 王位は、ベルムードの妹サンチャが提唱し、彼女の夫であるフェルナンドに対してその権利が渡り、フェルナンド一世として即位した。ベルムード三世の埋葬地については、レオンのサンイシドロ教会の王室霊廟と、ナヘラのサンタマリーア王立修道院の2箇所に存在するため、議論がされている。1035年に、ナバラ王三女三世の娘ヒメナと結婚し、 一子アルフォンソを儲けたが、幼くして亡くした。ありがとうございます。